ああ、昨日の続きか。よし。昨日ね、地上公園を、写真で今度見ようって思ってね。桜は綺麗なとこあって。サッカー場になってね。分かりやすさをこうね、陸上とかって感じ、こういう感じでね、かりやね、ここのちょっとトヨタ車体がポンってやって、電装配信ね、すごいね。すごいと言わざる、すごいね、病院、でっかい病院、美術館と。ムササカパーク。このカナダの姉妹都市だからね。ミサンガみたいな、ミサガ、なんか、カナダの地名がついてるっていうかね。感じであって、グランドがちょっとあって、フロラルガーデン店屋さんだね。なんか、まあ温室、結局、車の工場と、まあ、車の工場かね、それが、このエリアのね、なんか特徴というか、やっぱり、そういう感じですかね。野田新あたりがね、意外と位置的にすごい交通便がいいから、やっぱ23号、41周、1号線はちょっとあれか。1号線はちょっと走ってないのかな、走っとるよな、ちょっと違うけど、1号線はあれか。あれだけど、やっぱ23号、41周、48。誕生からね、パーンと来れるから、その交通の便の立地が最高にいいんでね、西三河のど真ん中なんでね、なんか位置的に名古屋も行けるし、もとか西三河だったら結構ど真ん中なんどこでも行ける感じのね、位置関係が JR もあるし、新幹線もね、みかん城にあるし、JR があるし、名鉄は走ってないね。名鉄ちょっとこっちだけどね、名鉄これだけど、名鉄と1号はちょっとね、ちょっとこういう感じで。東刈谷って結局、中心になりそうなんだけど、ならなかった。っていうかね、まだな、これからなのか。東から野田ってのが、中心なりそうだけどね、ならないというかね、そこまで。中心はあくまでこの刈谷市役所周辺か、伝送とかあるから。まあ、近いんだけど、ちょっとエリアがなんかね、違う、やっぱり別のエリアって感じがするんでね。もがきで全然ね、もうなんか、ここはまた違ってくるっていうかね。
方も治療だもんね。まあこういう感じかな。